秋打ちについてお話ししていこうと思います。体感や体調に合わせて室内の温度を設定するようにしてください。自分もですね、大切に思うようにしてください。噂の神田山中です。今日はですね、夏に一番気をつけたい柿打ちについてお話ししていこうと思います。柿打ちと夏バテっていうのは症状が似ているため気づかれないことが多いです。柿打ちとは季節性のうつ病のことを指していて、季節性感情障害の俗称になります。この季節性感情障害は冬季うつも含まれるんですけど、この症状っていうのは特に思い当たるストレスや原因がなくて、決まった季節にだけ現れるのが季節性感情障害と言われるものです。そしてこの期間が夏の場合は柿打ちというふうに呼ばれています。主な症状としては食欲低下、不眠、気分の落ち込み、不安感、精神的不調が挙げられます。発症する時期としては6月から9月の間で、夏バテと似たような症状が現れます。夏バテと見分けるポイントとしては、柿打ちは強い日差しだったり暑さっていうのが直接的な要因になります。長時間外で過ごして日焼けをしたり、冷房が当たりすぎるのも疲労が溜まってしまって柿打ちの原因となります。また夏は夜のイベントも多く、つい夜更かししてしまい、睡眠のリズムっていうのも崩れやすいんですよね。明確なストレスや理由がなく、気分が優れない状態が長引いている、そういうのが夏バテと一般的なうつ病と見分けるポイントになります。柿打ちの発症には暮らしの中で溜め込んできた疲労、隠れ疲労が大きく関係しています。ご自身の生活を振り返りながら、まずは自分の精神面と身体面、どのような状態なのかを把握していきましょう。隠れ疲労とは、季節の行事ごとでこう忙しかったり、つい繰り返してしまいがちな生活習慣によって、心と体にストレスが溜まってしまいます。付き合いで毎日お酒を飲まないといけない、家庭と仕事を両立させるために睡眠時間を削っている、とにかく忙しくて休みが取れない、食事の時間や睡眠時間っていうのが不規則、今は踏ん張り時と思って頑張っている時こそ自分の疲れに気づいていないことが多いのです。今から言うような症状が現れていたら、隠れ疲労の可能性があります。仕事や人間関係に神経質になりやすく、少しでも細かいことがこう気になってしまう。日中あった嫌なことをですね、こう夜遅くまで考え込んでしまって、すぐに目が覚めたり、小さな物音に敏感になってしまって、こう睡眠が浅くなったり、あとはこう日に日に体が重くなっている気がする。家事や仕事のルーティンワークがやたらと億劫ですぐイラッとしてしまう。日常的に胃がもたれている。便秘下痢といった消化不良、肩こり、頭痛、耳鳴りっていった症状がよく現れたり、休みの日に楽しみだったプライベートの予定を入れても、いざ出かけるとなると出かけたくなくなるだったり、頑張って外出してもすぐに疲れてしまってなかなか楽しめない、こういった症状が現れたら隠れ疲労のサインが出ているので、しっかりと自分の体と見つめ合うようにしてください。疲労は1日にして倍になるものではなくて、日に日に溜め込むことで体の不調につながってきます。柿打ちは夏の暑さが原因で引き起こされるんですけど、暑さだけが原因というわけではないんです。人付き合いが忙しい3月4月時間に追われて、毎日はきっと忙しかったですよね。この時期に溜め込んだ疲労っていうのをゴールデンウィークでしっかり解消できないと、心身の疲れっていうのはお盆休みぐらいに出てくることもあるんです。休み明けっていうのは忙しい日々に追われてしまって、少しずつ自律神経の乱れだったり気力の低下が目立つようになり、ジメジメして気温のアップダウンが激しくなってくるので、この時期にですね、体調を崩す方もやはり多いです。そのうち治るだろうと思っていると、8月9月の暑さっていうので一気に体調を崩してしまって、柿打ちといったこう深刻な症状が出現してしまうんです。また女性の方が男性に比べて柿打ちになる症状っていうのは3倍高いんです。女性ホルモンの変動に加え、太陽光や温度、湿度といった外側から受ける影響っていうのが女性の体はとても敏感ということが分かってきています。柿打ちの予防としては、日光により疲労度っていうのは増していくので、日の浴びすぎっていうのはくれぐれも注意するようにしてください。次に室温設定です。節電や冷えやすさっていうのを理由にですね、暑さを我慢しないようにしましょう。エアコンガンガンかけてこう寒すぎるっていうのも体にとってはとても負担がかかるので、体感や体調に合わせて室内の温度を設定するようにしてください。
次に食事についてですね。冷たいものばかり食べてしまうと胃に負担になるので、なるべく常温の飲み物だったり食べ物を摂取するようにすると胃も活発に動いてくれて、ダメージを受けることなく消化吸収してくれます。次に睡眠についてですね。休みが多いと夜更かししてしまったりとか多いんですけど、なるべく夜更かしはせずにですね、寝る前のスマホだったりパソコン作業というのをやめて、自律神経を整えて寝れるような生活リズムを送るようにしてください。最後に我慢です。書き写に限ってではなく、我慢しすぎるっていうのはですね、やはり体にとってはとても負担になります。他人への配慮っていうのを最大限に求められるのが日本ですが、自己犠牲っていうのはほどほどにして、自分もですね大切に思うようにしてください。今回は書き写についてお話をしていきました。暑い日が続きますが、しっかりとした食事、睡眠、そして運動ですね、心がけるようにして、この暑い夏を乗り越えていきましょう。これからもこういった健康情報、美容情報を配信していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。